はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はマコも使っていこうかなと思います。今回の正月祭の超究極枠になっているんですけども、衣装欲しかったな僕。このマコモのマコモかサビトの衣装、今回でなんかゲットできたら嬉しかったなとは思うんですけど、まあまあまあ、というわけで、あの性能等々はまあ超絶に位置するキャラなんで、まあ弱いっちゃ弱いねんけど、あの必殺まあ、一応4000回復等々持ってるんであれなんですけども、あの名前がね、全集中の呼吸の教え、これ水の呼吸じゃないんですね。あのプレフォーのゲームのさ、火の神血風弾、あれではもうバンバン水使ってんのに、なんかこっちではね砂漠化しているんですよね。ぜひともね、ジャンプ地の方でも水出してほしかったなと思うんですけども。んで友情技が必殺変換&デバフ、まあ必殺変換持ってるんでまあまあっていう感じかな。で特性はプチ無効短短縮というわけで、まあ運特性で、青属性ダメージ200軽減、必殺ダメアップというわけで、パーティーこんな感じで、サビト、はい、そんでマコモ、この見栄えものすごく良くない？そんでそこに、この炭治郎んで、こう一点、ザリンというわけで、使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは言わずもがなのビッグマムというわけで、明けましておめでとうございます。年越してから僕、こいつばっか殴ってるよね。これはちょっとビッグマムファンの方に叩かれてもしゃあないなという、状況ですね。はい、まあ今までそういう被害あったことね、まあ幸いのことにないんですけども、お前ビッグマム何してくれとんねん的な感じの声はね、いただいたことはないんですけども、はい、まあね、さすがに僕もね、なんていうのかな、心が痛むというか、こんだけビッグマム殴ってたらね、そりゃあね、ちょっとはかわいそうっていう気持ち全然ないんで、まあこれからも殴っていこうかなと思うんですけども、まあ演出等と見ていこうかなと思います。僕まだ演出見てないんで、どんな感じか結構楽しみでは、あるんですけども、はい、というわけで、全集中の呼吸の教えですね。はい、これ岩切る深夜から水の呼吸使わへんっていう感じなんかな、ちょっとよくわかんないんですけども、はい、まあ、炭治郎もいい感じにお面かぶっていきまして、そんでもってこう一点ザリンなんで、身はほどわきまえていくんですけども、はいと、まあね、回復系のキャラなんで、あの演出ちょっとしょうもないはしゃあないんですけどもね。はい、そんでもってザリンが強すぎぶっ壊れと、まあ定番のごとくですね。反撃がついてるんで、こんな感じで、おお1万入ったか、まあまあ入りますね。まあ必殺1個割100ぐらいかなの反撃が入るんで、まあいわばおでんとか、あのデクエリーが130ぐらいなんで、まあ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 、イベキャラにしてはまあ大したもんじゃないかなと思いますね。最近ね、結構反撃イベキャラで持ってるキャラクター多くなってきてるんで、まあ今後も結構強めの反撃キャラクター来るんじゃないかなとは思いますね。まあ、片や一方では限定キャラに反撃ダメージガードつけたいんで、もう潰したいんか復旧したいんかちょっとよくわかんないんですけども、なんか建築作業してんのにネジ外すみたいなね。お前どうすんねん。あ、ちょっと待って、僕なんでレジェンド頑張って言ってんの、あれ超屋敷連れてきたつもりやけど、レジェンド頑張ってんねんけど、頑張る必要ないんですけども、まあ、僕ね、鬼滅僕今遊郭編まあ見てるんですけども、まあ約2年前に、このジャンプ地に大徳秀才が始まって、無限列車編、そこでまあね、煉獄さんとの僕は運命的な出会いをしたんですけども、そん時から僕はアニメを見始めて、でそん時から言っていることが一つありまして、漫画を買うと、はい、これはもうこの先見なあかん漫画買いますと、言って早2年まだ買っていないというね、これ多分もう変わんな。よくね、生配信とかでも言われるんですけども、多分これ買いませんね。まあアニメもやってるんで、多分完結まで行くか分からんけど、なんかそれに近しいぐらいまで
アニメやると思うんでね、僕は鬼滅ムームブームはまだ終わらないと思ってるんで、だから僕はアニメ待ちしようかなと思いますね。今の遊郭編もね、絶対にそのうちまた大特集祭来るでしょうし、まあでも今現在もダッキーがいるんですよ。絶賛放送中のあのダッキーがもうすでにいまして、それいつになっていたかっていうと、2019年のあれはね、10月とかもうちょっと前か、まあ、なんせアニメの一期が放送始まったと同時ぐらいに来たんですよ。アニメ放送記念的な感じで鬼滅がプチ特集っていうね、まあ、ちょっと1週間ぐらいで、そこで善逸とか伊之助とかが確か登場したと僕は思っているんですけども、それと同時にイベントキャラのフグウズイさんとダッキが一緒に来たと。ダッキしかも究極やからね。僕はあん時なんじゃこいつと、なんかお兄ちゃんとなんか一緒にいるっていうね、まあそれ自体も今僕全く知らない、あのお兄ちゃんどこ行っとんねんっていうね、遊びに行ってる場合ちゃうぞってね、アニメ見て思ってるんですけども、あのお兄ちゃんも多分そのうち出てくるのかな、まあよくわかんないんですけども、だからね、めちゃめちゃ昔からもうおるんですよね、ダッキー、そしてうずいさんが。これすごいよね。だって2019年って遊郭編のかけらもない時期ですね。というか無限列車編ですらまだ発表とかされてなかった時期やと僕は確か思うので、そん時からもうね、ダッキとかがいるっていうのはさすがジャンプのゲームかなと、まあ当然なんですけどもね、はい、いんのはまあすごいことだなと僕は思いますね、今になって。はい、まあ、ちょっと死にそうですね。はい、レジェンドがぜひとも頑張ってほしいなと思うんですけども、じゃあ反撃解除とか何もつらしいんだ。うずいさんね、めちゃめちゃ不遇な対応を受けてるんですよね。他の柱が普通のなんかガチャキャラとか限定キャラクター、まあ、とにかく全員がガチャキャラでいんのに、うずいさんだけイベキャラやねん。あれなんでなんマジで意味わからんねんけど。僕ね、うずいさん一番好きじゃないんですけども、ちょっとね、かわいそうだなとは思うよね。なんでやろう。これはもう、運営にうずいアンチがいるとしか思えへんねんけど、なんとしてでもうずいは嫌いやから、絶対にガチャキャラで出すもんかってね、意地張ってるやついるでしかないと思うんですけども、でもなんかさ、2月に、またダウンロード感謝祭、2000何万ダウンロード感謝祭がなんか行われる、まあフェスが行われるんですけども、そん時に、うずいさん限定で来るんちゃうんかって言われているんですよね。まあめちゃめちゃな噂なんですけども、信憑性はまあ、ちょっとはあるっちゃあると思う。なんせアニメ今放送してるんで、あれ、2クール行くんかな、アニメ分からへんねんけど、だから2クールもし行くとしたらちょうど大佳境の時やんな、放送時期でいうところの。だからもう話題性も十分あるんで、可能性としてはなきにしもあらずなんですよね。まあそうなったらかなり激アツ、満を持しに持しまくってようやく登場っていうね。まあ柱ん中でもキャラがね、別バージョンで2人いるっていうのは、スネオだけなんですよ。あと他のキャラクター、煉獄さんとて、2人いないんで、限定煉獄さんのみなんで、だからね、そのうずいさん、イベキャラと限定っていう2パターン持つっていう、結構珍しいパターンになるんじゃないかなと。なんせその2月に行われる、その、フェス祭り的なやつのなんかキャッチコピー的なやつが、過去最大に派手に祝うぜっていう感じなんですよね。派手って何っていう、それはすなわちうずいさんの口癖じゃないかと。うずいさん派手にってよく言いますやんか。僕はね、バギー説を
押してるんですけど、バギーもね派手になんちゃらって言いますやんか。だから僕はその週ダウンロードイベントでうずいさんとバギーの限定キャラが登場するんじゃないかなと僕は思いますね。申し訳ないが僕はうずいさんよりバギーの方が激アツなんですけども、バギーもイベキャラでしか登場しないね。だからうずいさんもイベキャラでしか登場していない。そんでバギーもイベキャラでしかいいひん、その2人がついに限定キャラとして登場みたいな感じのイベントが2月に行われると僕は予想しますね。はい、何の動画やった今日、あ、マコモの動画やったね。というわけでマコモ使っていったんですが、ものすごくかっこいいですね。やっぱりこう一点ザリンは強すぎたね。